動販売機っていうのが出てるんですよ。はい。パスタと。はい。スペシャルフード。やっ。ね、ま、え、まあ。これはガチチョコ。いや。うわあ。うわあ。おばんでーす。おばんでーす。キャップ。あれ。割り箸割った時に片方こうなるやつマジうざい。よっけです。思ったんだけど、うん、3人でこの撮る機会結構多いやん、うん、今日はゲレンデじゃないんですけど3人集まって撮るときに基本僕 YouTube 撮るとき1人なんですけど、うん、でも3人で集まったときにチーム名みたいなやつ欲しくない？確かにね、三種の神器みたいな、うん、我ら三種の神器みたいなやつ欲しいやん。欲しいな。あ、そう、三種の神器は冷蔵庫、洗濯機、掃除機だろ。もうね、じゃあ掃除機で俺。じゃあ冷蔵庫。じゃあ俺ドライヤーで。どんなのでもいいんですけども、はいはい、やっていきます。 YouTube と、はいはい、ただちょっとチーム名は僕ちょっと考えております。はいはいはい。もうチーム名3人っていう風なのストレートでいこうかなと思ったんですけど、うん、それじゃあ面白くねえなと。3つの神で三人でいきましょう。三人で、なるほどなるほど。どうも三人ですっていう挨拶じゃやってみます。初めて、はい、やってみましょうか。せーの、おばです。おばです。キャン、あみ。割り箸割った時片方こうなるやつマジでうざい。どうも三人です。あ、僕りょうすけです。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、こんな感じで三人ですの後にもちょっとあの補足入れとくから。あ、そうだね。はい、じゃあ俺これ名前言ってないんだ。そういうことね。だから途中でりょうすけですって答えられる。あ、そうかとか、そういうことか。そしたら、ね、勝手に乗ってくる。2回の前言ってるからね。はい、ということでね、はい、今日何をやっていきますかと。何だと思いますか？かくれんぼ。いや、狭すぎる。かくれんぼなんかしてないで、もういいよって早く言って。ということで、はい、昆虫は好きですか？大好きです。好きだって、はい、虫取り大好き。大好きです。虫取り大好きだよ、うん、本当ですか、うん、その虫が大好きな2人じゃないですか、はいはい、その虫を食べたいと思ったことありますよ。ナイス。本日の企画、目隠し聞き昆虫。万代にね、食用の昆虫が売ってるとっていう情報を知れたわけですよ。はいはいはい。僕この間りょうじくんと二人で、うん、昆虫を買いに行ったんですよ、はい、そしたら本当にありまして。おで、一個1000円もするんですよ。バカ高い。バカ高いんですけど、これちょっと面白い企画だなと思って買うしかねえと、うん、もう5000円出してますもん。どうだ、5種類買ってきた。5種類、なるほど、5種類買ってきております。こんなんに5000円払うなんかな。そうだよな、ちょっとね、金もないなんか。企画のために5000円払ってますと言ってきましたと、はい、なんでこの動画が伸びなかった場合は皆さん視聴者を殴りかかりますよ。なんでね、買ってきたシーンも映してあるんで、現場の凌介さんお願いします。はい、ということで、はい、今日ね、はい、別日で撮ってるんですけども、はい、昆虫食を食べようっていう企画なんですよ。やばいっすね、はい、ちょっと早速行ってみますか。行きましょう。これね、えぐいっすよ。やばいね。行きましょう。ちょっと僕ボード帰りで今だるげなんですけども。見てください、これ。なんか今こう万代さんで話題になってる昆虫食自動販売機っていうのが出てるんですよ。はい。これを、はい、みんなでね、食べてどんな味がするのかっていうのを、はい、こうやっていきたいなと思うんですよ。いいっすね。で、なんでちょっとヤバそうなやつを買っていこうかなと思います。いいっすね。はい。これカイコのさなぎとかえぐくない？気持ち悪くない、これ。これ実際ちょっと買ってみますか。しかも1000円もするんですよ。高くない？高いね。高いよね。これで買いますか。はい。入れてんの？見えない、見えないのかな。いや、もうこんな感じですね。うわ、見えないですね。こんな感じになってます。うわ、どんくらい入ってんだろう。まずこれ、カイコのサナギ。サナギ、はい。皆さん、食べてますか、昆虫。いねえよ。どんな反応してますか。食わねえよ。キャンさん、どんな感じですか。あゆみさん、どんな感じですかね。ということで、じゃあ、お戻しします。はい。
はい、ということでね、はい、実際に昆虫食べていきたいなと思うんですけども、はい、まず広げたいなと買ってきた昆虫を、うん、あー確かに見たい。この家ね、テーブルがねえんですよ。ねえんですよ。ねえのテーブル。代わりになるもの持ってくるわ。これでいいんじゃないですか。僕の同居人のね、ふみやくんっていう友達がいるんですけど、ふみやくんが使ってたゴミ箱ですね、これ。中にあのシコティッシュみたいなのがいっぱいある、はい、シコティッシュの上で昆虫やっていこうかなと。まず一つ目、太古のさなぎ。二つ目、昆虫チョコ。おいしそうだね。え、これ一番いいんじゃない？はい、次。はい、次。こっからですよ。こっから、やばい。ゲンゴロウ。はい、次。オケラ。ラスト。コオロギ。うわ、やばい。カッコ台入ってますね、これ。まず、今回こその企画を説明させていただきますと、僕ら、目隠しした状態で、はい、で食べた昆虫を、何々って当ててもらいます、うん、はい、最初普通に食べるだけでも気持ち悪いじゃないですか、はい、でもどうせやるんだったらもっと面白い方がいいなと思いまして、はい、目隠しをして何を食べたか当ててもらうっていう企画を持ってきました、うん、はい、なるほど、はい、なんで、まあ、実際最初開けてさ触ってもらって、うん、こう何も分かんない状態でさ食べてさ、うん、コオロギなんて当てれるわけないじゃない、うん、だから実際に目で見て触って、うん、で口に入れれば食感とさ、うん、感覚で分かるじゃないですか、うんうん、なんで実際にこれ開けてね触っていきたいと思います。Okay. なんでその後触っていただいたら、その後目隠ししていただいて、で何を食べたか当てるっていう、はい。当てれなかった人は裸で僕の家の近くの小学校を一周してもらいます。ああれかな、チョコからインパクト少ないやつから、チョコからじゃあ行きさせてもらいます。行った？やっぱり行ったね今ね。ちょっと顔もう見えてるてこいつ。チョコはこんな感じですね。チョコは蚕のさなぎ、はい、えぐいね。うわ、あーえぐいね。さすが YouTuber キャンさんのでかい指が。次じゃあゲンゴロウ行きますか。ゲンゴロウ行きますか。うわぁ、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 これはこれは無理やろ。これはやばいな。これはガチきつい。うわぁ、これはやばいわ。やばいこいつよ。やぁ、待ってマジで無理なんだけど。やばすぎ。やばいね。次、オケラ。オケラ、オケラはゲンゴロウを見た後だと全然余裕だね。だってなんか普通ですね。今度宅飲みするときスナック菓子これにしよう。コオロギいただきます。くっそ。全部これがコオロギです。ということでキモいね。キモいね。でもゲンゴロウ一発で分かるな。これゲンゴロウ分かる、うん、ということで全部揃いましたと。はい、スペシャルフード。やばいね。これが動いてるということでね、試食を一旦やっていこうかなと思うんですけど、はい、この子今から仕事なんですね。はい、こう何も食わないで帰らせんのは尺だと。尺だと。でまず一旦全種類あゆみくんに食べさせます。全種類あゆみくんに食べさせて、で、あゆみくんは仕事に向かっていただいて、はい、なんで一旦じゃあ食べてもらえますか。ゲンゴロウからいきます。ちょっとちっちゃいのダメだよ。おい無理やろ。一番でかいし超キングサイズやん。やば、マジでやつやしてる。うわ、いただきます。うわ、いや、まずくはない。まずくはない。あ、まずくないんだ。まずくない。しえぐいよ多分。いや、まずく、後半まずいかもしれない。もうじゃあオケラもう全部ミックスできてる。いけうわっ、結構きついな。お前強、マジで。いけお前吐くなよ。まずい。こいつらまずい。言語のまとも結構、まあ、思ったほどはまずくないわ。会社ついて虫臭いって言われたらどうしよう。お先に失礼します。でここからはあゆみくんなしでね、はい、やっていきたいと思うんですけども、はい、あの僕たちも食べていこうかなと思います。はい、
じゃあまず僕からじゃあ言っていいですか。チョコいただきます。じゃあ俺サナギいただきます。いやチョコ、まずこれはガチチョコ、まずマジでやばい、やばい、まずい、やばい、やばい。じゃあ僕、サナギ、はい、オケラ、はい、イエス、友達、はい、オケラ、全然友達、マジ、オケラ。俺別に固定概念とかあんまないから、俺いけるかもしんない、これ。つうか俺田舎育ちなんで、ちっちゃい頃稲穂とか食ってたもん。いやいやいや、まあ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 。いや、サナギ全然普通だわ。オケラうまいよ、普通に。マジ、うん、じゃあ俺はオケラいきます。次、じゃあコオロギ行ってもらって。最後一緒にゲンゴロ行こう。ゲンゴロ行こう、オッケー。もう結構でかいの行くね、お前。そういうとこ好き。で、僕これ。ちょっと待って待って、ずれいずれいずれい。じゃあこれ行きますか。僕オケラですけど、もう原型ないですけど、あんまり。オケラいただきます。おー、オケラは魚の骨みたいな感じの味する。僕じゃあコオロギ単発でいって、コオロギ全然いける。マジで言ってんだ俺全然おいしくないんだけど。いや俺全然いけるわ。ゲンゴロでかいやつしかないんだよ。いやゲンゴロやばいマジで。はい、ということで、はい、一番見た目がキモいゲンゴロいただきますか。はい、お願いします。いやっす。せーの。大丈夫。うっ、まずい。あ、まずいお前ほんとにだよ。まずマジでお前よく食えんなほんとに。はい、ということで、でケンさんちょっと今ゲンゴロで応援しちゃったんですけども、いや僕は全種類いけますね。マジで言ってんの。うん、ただ目隠ししても多分そして当てれると思う。これはもう味大体インプットしたんで。いい、ね、なるほど。まあ実際にね、はい、当てていきますか。目隠しして。まずい。もうこれは簡単ですよ。チョコ正解です。大丈夫、僕最強だから。いやはいはい、ゲンゴロ。Ha ha ha!